のあのね、実はね、こう最近ね、これ自分なんですけど、アブに刺されました。ちっちゃいね、金色のアブだったんですよね。右腕ね。うん、後でちょっと後を見せますけど、こういう風になっちゃったくなっちゃったの。これ水ぶくれになってすごいでしょ、これね。こんなちっちゃいやつに刺されたぞ、こんなちっちゃいやつに。そしたらね、なんかね、こうそれからこう、なんちゅうのかな、送られるものがね、すごく濃密なものになってったっちゅうのかな。で、ちょっとね、今お見せするんですけど、それがこれ最後のこのね、こういうような跡になったんですよね。これ黒くなってだいぶ治ったんだけど、あざみたいになっちゃって、これね、竜が2つ向かい合って真ん中にこう剣みたいなのが見えるんですよね。これね、ちょっと意味があるメッセージだと思うんですよね。これなぜかというと、よろしいですか、これもう映しました。これね、実はね、太子名様が、弥勒菩薩のあれ、勝王寺でしたっけ、勝王寺と道場の竜の頭と尻尾の剣振りを行った時に、その真ん中にこういう竜が向き合ったような湖があるんです。ちょうど真ん中の部分に、そこの部分で古川宮司様ね、明神様が剣の振りでそれをつなげと。そしてその2つの湖にそのアブタから持ってきたこの丸い石を各一個ずつ収めなさいって言うんですよ。アブタのその神社からも石を二つ持ち帰ってきて、そして卵とお酒をお供えしなさいと、各ダム二つにね。その卵の数は金剛夜叉様の五つの目のと二つの目の数だけ、目の数だけの数の卵をそれぞれ一つの二つの湖にこう お供えしなさいと。でその後に剣を振り、その流動をつなぐっていうような、まだこれから行おうと思っている神事なんですけども、それのね、この模様が全く同じ湖のこの向かい合ってる、竜が向かい合ってるような、そういうようなね、形に なったっていうのかな。それをまたね、ちょっと不思議な、ことだったってことです。で、こうね、もう大体治ったんですけど、痛くもないし、痒くもなかった。ただね、こういうふうに水ぶくれになったって感じですよね。これはね、不思議だった。みんな何もアブも刺されない。どこで刺されたんですかったらね、ちょっとニセコの方のカムイ神社にちょっとみんなで行った時に、そのカムイのその神社のふもとっていうか、その上の方にその温泉があったんですよ。そこの温泉でちょっとみんなして、露天風呂ね、で露天風呂入った時にこう刺されたと。自分だけが刺された、周りなんて誰も刺されてない、俺だけ刺されたの。おかしいなと思ったらね、そしたら何かなと思ったら、そのね、最後の力じゃないけど、その金剛夜叉様のが現れるようになってメッセージを送ってきたって感じですね。そういう感じの、なんていうのかな、こういうことによってこう何かがこう自分の中で一つまたステップアップしたっていうか、で正気様ね、門番である正気様、それと初めの始まりの力、二音で言えば「あ」で「運の力、終わりの力を持つ、金剛夜叉様の二人のこの神様がね、こう自分らの前に現れて、天神様のその前も言ったように天神様のその門番をやってると。でね、
今回こういう流れで来たからね、早速このその2人、お二方はどういう方かっていうことをこれから説明しようと思うんですよ。あ、正気様としたら、金剛夜叉様ったらどういう方なんですかって聞かれた時に、これね、いつも言うことなんですけど、よそではちゃんとしたものがあるんですよ。そのこの神様、この仏様はこういう人だっていうのはちゃんとあるんですよ。あくまでもこれはね、光明が上からメッセージを受けたと、そのメッセージを受けた内容を話してるだけの話ですから。だからみんなそれぞれ、まあ考えるところは別に自分と同じじゃなくてもいいってことです。あくまで自分が上からメッセージを受けて、それを聞かされた内容をこれからお話ししようと思うんですよ。天武の戦いっていうのがあった時に、まあ夜叉様と金剛夜叉様とその正気様がその時戦ってるんですよね。で、正気様はもう絶対的な将軍ですよね。将軍であって強い鬼神ですよ。鬼の神様、鬼神の中の鬼神の将軍の中の将軍って、もう名将軍っていうぐらいの強い。で、夜叉様っていうのがちょっとまあ宇宙的な話なんですけど、要するにいろんなテクノロジーでちょっと文明がそれた、いろいろ体にね、こうパーツをつけるとか、こう目が5つあるっていうのは、あれはテクノロジーの行き着く物質的なエネルギーというか、ね、改造してなった体だっていう感じですよ。だけどその夜叉様っていうのは本当はすごく心優しい人で、人々を守るために自分がロボットみたいな体になってまでも戦い続けたっていう戦士も、すごくみんなに信頼された、その人も信頼された戦士だと。その時に戦った時に神の方が勝って夜叉様の方は負けたと。だけどみんな含めてその太釈天様は神のこっちの神の世界に来なさいと、みんなこうね、神様として仏様として創造の世界に入りなさいと、次のステップを見なさいと、今までのそのテクノロジーを捨ててこっちに来なさいという和解の話になった時に、戦いの時に正気様は2つある角の1本折られてるんですよ。その夜叉様、夜叉様は逆に喉をやられて声が出ないと。だからうちらのところに現れた時、夜叉正気様はもう話がすごくペラペラって感じなんですけど、夜叉様に関しては一切喋らない無言。それでビジョンで見せるんですよ。こういう映像でこうでこう見せてどう思うって、こういう映像に自分が出演してるんですよ。そしてお前はどう思うっていう問い方をしてるんですよ。だけどそういう見せられるっていうことは疲れるんですよね。そうパワーも使うしね、言葉で聞くのと違っていろいろこう見せられて、そこに主人公としていて、な矛盾な世界に送り込まれるっていうのかな、それをこうなんかこう伝えてくる。最初の力、の力が正気様、の力が、金剛夜叉様ね、二王って門番って二人いるじゃないですか。そういうあれだと、二人はそういう関係だと。で